回は面接お疲れ様でした。まずは面接の合格おめでとうございます。今回の、面接の、感想としては、今回の面接参加者は、皆さん元気があって、礼儀正しい印象でした。日本語に関しても、日本語能力試験の合格者も多くいて、全体的に日本語が、上手だなという印象を持ちました。で、入社までまだ時間がありますが、いろいろ、在留資格申請までの準備や、入社まで多くすることがあるので、また引き続きよろしくお願いいたします。で、入社までまだ時間ありますので、引き続き日本語の勉強も、やっていきましょう。今回はありがとうございました。新カムオン。